はい、どうも土屋です。今回はとこれでこの動画で私の公開している動画が150本目になります。はい、それを記念して自分が大好きなおこわの作り方を紹介していきたいと思います。すごく簡単なんで動画を見ていただければ誰でも実践すぐできるようになりますんで、どうぞ見てみてください。それではどうぞ。はい、では今回はと簡単なおこわ作りになります。で、必要になるものがまず溶いていただいたお米があります。で、おこわ作るに際にあのもち米が必要になると思うんですけども、今回はこのお餅を使っていきます。お餅があれば簡単にできますんで、はい、こちらを使います。で、まずこのお餅の方を中に、今これ3合なんですけども、だいたいこのぐらいのサイズを2つ入れて いただければ結構です。で、今回はおこわはもう下準備したんですけども、このように鶏肉を使ったおこわを作ろうかと思いまして、もう味付けはめんつゆと料理酒、あとは砂糖を入れてあります。で、実際これを中に入れていきます。で、一応このような形で、あとはスイッチを入れるだけのような状況になります。はい、それではまた出来上がった時に出来上がりを見せたいと思います。はい、それでは炊き上がりましたんで開けていきたいと思います。こんな感じになりますね。で、あとは混ぜていただくような形になります。実は私かなりおこわが好きなんで、はい、これであとは混ぜていただいて、下の方はおこげがありますね。見えますかね。このような感じですね。バカうまそうです。で、今回はお餅の方めんどくさかったんで切んなかったんですけども、細かく刻んでいただいた方がよりいいですね。はい、まあ、混ぜながらでもある程度はいいんですけど、細かく切ってからやっていただいた方がより自然になりますんで、はい、はい、このように炊き上がります。はい、以上になります。